中日9安打1本塁打、阪神8安打0本塁打。なぜなのか？どうせ四球の差やろ？おかしいだろこれ。打つ方はなんとかなってるんだよな。得点圏だったら相手が本気で来るから出ないだけやろ。もうええやろ立浪。今日辞任制じゃないと3年連続再開確実やぞ。チュニドラマジックよ。点を取れるように見せかける攻撃がいくつかある。エラー以外にも村松の守備があかんかった。去年の得点力のなさですら大概だったのに、それをさらに下回ってくる立浪さんの手腕はすごいわ。しかも守備と走塁を犠牲にして、これもう力が出てないんよ。栄養足りてないんちゃうか。阪神マジック減らせてみん。中日ヒット量産で査定アップでみん。誰も損してない平和な世界。どうせ長打の差やろと思ったら中日の方が多いじゃん。なんやこのマジック。落合が言ってただろ、監督変わっても1年は前の遺産でなんとかなるって。遺産がなくなった結果が投手と守備が崩壊した今や。中日内戦中なんだろ、負けるのは仕方ないよ。やっぱりやれやれ売り。同地撤退が正しい認識を持ってないならレスしている時にスローモーションになったので。立ち直りかけてた枠井2回で下ろしたのも草。しかも代打加藤って。中日はいい加減恥を知れや。これタイガースが何かやってるやろ。ご視聴ありがとうございました。